ウィリアム・バンティングは、イギリスの事業家、レター・オン・コルピュレンス、アドレスド・ツーザ・パブリックを出版し、炭水化物、澱粉、および糖分を避けるか、その摂取を制限することで体重を減らす食事法を普及させたことで知られている。肥満を治療するにあたって炭水化物の摂取を可能な、限り制限する、アトキンスダイエットを提唱したロバート・アトキンスより、はるか以前に、 この食事法を広めた人物でもある。本業は葬儀や、チャールズ・ベストと共にインスリンを共同で発見したフレデリック・バンティングは当園の親戚である。1863年、バンティングはレター・オン・コルピュレンス・アドレスド・ツー・ザ・パブリックと題した小冊子を出版した。これは、肥満を治療するにあたってバンティングが忠実に実践した食事療法のやり方と、 その体験談を公開書館の形にして書かれたものであった。この書館では、バンティングが減量するにあたって、今まで言ってきた様々な試みから断食、食事療法、運動療法、当事療法がすべて失敗に終わったこと、それらはいずれも医者に言われて実行した趣旨が記述されている。バンティングは減量において、失敗に次ぐ失敗を重ねた末に、バンティングのために、 新たな食事法を進めてくれた別の医者の助言に従った。バンティングはこの小冊子の中で一家のように書いている。減量するにあたってバンティングが実践した方法は、1日に4度の食事をとり、肉、野菜、果物、辛口のワインを摂取することであった。重要なのは、砂糖、サッカリン、デンプン、パン、ビール、牛乳、豚肉、バターを避けることであった。 バンティングが出版したこの小冊子の内容はその後何年にもわたって受け入れられ新しい食事の模範として取り入れられるようになった当初は自費出版で発表したがかなりの人気を読んだことで一般市民に販売しようと決めた第3版は2007年に印刷されたものがオンラインでも読むことが可能体重を減らせず悩んでいたバンティングに対し 炭水化物の摂取を制限する食事法を進めたのは医師であり友人でもあったウィリアム・ハービーであった。ハービーがこの食事法を学んだのはフランスの医師クロード・ベルナールがパリで行った糖尿病についての講演を聞いたのがきっかけであった。クロード・ベルナールの講演を聞く前までのハービーは体重を減らすには激しい身体活動に励めばよいと考えており、 バンティングに対してそうするよう伝えた。バンティングは、早朝に2時間、ボートを漕ぐことにし、テムズ川でボートを漕ぎ続けた。彼の腕の筋力は強化されたが、それとともに、猛烈な食欲が湧き、その食欲を満たさねばならなくなり、体重は減るどころかどんどん増えていった。ハービーは友人に対し、運動を止めなさいと言った。 運動には体重を減らす効果はないと悟ったためである。ハービーから炭水化物の摂取を制限する食事法を教わり、実践したバンティングは最終的に50ポンドの減量に成功している。レターオンコルピュレンス、アドレスドツーザパブリックを出版したのは減量後のことであった。バンティング自身、レターオンコルピュレンス、アドレスドツーザパブリックの中で 減量に対して何の効果もない方法の一つに食べる量を減らして運動量を増やすを挙げている。イギリスの医師トマス・ホーク・スタナーも著書ザ・プラクティス・オブ・メディシンの中で満を治療するにあたっての馬鹿げた治療法の一つに食べる量を減らす毎日多くの時間を散歩と乗馬に費やすを挙げている。レッダー・オン・コルピレンスは間もなくベストセラーとなり 複数の言語にも翻訳された。その後、d o y o u b a n t a r e y o u b a n t i n g という言い回しが広まった。この言い回しは、バンティングが実践した食事法について言及しており、時にはダイエットそのものを指すこともある。後に、バンティングの名前から、バンとは、食事療法を行う、ダイエットをするという意味の動詞として使われるようになり、スウェーデン語にもこの言葉が輸入されて使われるようになった。 南ローデシア出身の科学者、ティム・ノークスは、低糖質、高脂肪ダイエットと名付け、この食事法を普及させた。なお、バンティングは、この食事法が広まった功績は、自分にではなく、ハービーにあると主張した。1878年3月、バンティングは亡くなった。ロンドンにある、ブロンプトン墓地に葬られ、妻と娘と共に眠っている。炭水化物を避けるか、 可能な限りその摂取を制限し、タンパク質と脂肪を重点的に摂取する食事法は、ジャン・アンテルム・ブリア・サバラン、ジャン・フランソワ、ダンセル、ユストゥス・フォン・リー・ビッヒ、ウィリアム・ハービーといった歴史上の様々な人物が実践してきた方法である。彼らはいずれも肉のような栄養価の高い食べ物は人を太らせることはない。人を太らせるのは 小麦粉のような生成された炭水化物、特に砂糖であると確信していた。1920年代前半には、アメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスター市にある、名誉クリニックの医師ラッセルワイルダーが、ケトン食を開発し、肥満患者、糖尿病患者に、これを処方している。これは、食事において、摂取エネルギーの90%を、脂肪から6%を、 タンパク質から摂取するというもの。もともとは転換を治療するための食事法であったが、肥満や糖尿病に対しても有効な食事法になり得るとして、ワイルダーは開発した。炭水化物とタンパク質の摂取は可能な限り抑え、大量の脂肪分を摂取することで、体は脂肪を分解して作り出す、ケトン体をエネルギー源にして生存できる体質となる。この食事法は、 ケットジェニックダイエットとして知られるようになる。1932年、肥満についての講演を行った際に、ワイルダーは以下のように述べている。肥満患者はベッドの上で安静にしていることで、より早く体重を減らせる。一方で、激しい身体活動は減量の速度を低下させる。運動を続ければ続けるほどより、多くの脂肪が消費されるはずであり、減量もそれに比例するはずだ。 という患者の理屈は一見正しいように見えるが、体重計が何の進歩も示していないのを見て、患者は落胆する。リチャード・マッカーネスは、1958年に出版した著書、Eat Fat and Grow Slim にて、体重が増える原因は炭水化物の摂取にあると明言し、肉を脂肪は食べたいだけ食べて良いとし、穀物と砂糖を避けるよう主張した。マッカーネスは、 ウィリアム・バンキングによる市民に宛てた肥満についての書簡に触発されてこの著書を執筆した。ヘルマン・ターラーは1961年に出版した著書カロリーズ・ドンとカウントにてカロリーが同じであればどの栄養素も体内で同じ作用を示すなどということはありえない炭水化物が少なく脂肪が多い食事は体重を減らす。 炭水化物は体に問題を引き起こす。炭水化物の摂取に敏感な人の体内では、インスリンが分泌され、脂肪が生成されると述べ、肥満を防ぐために炭水化物を避けるよう主張している。サイエンスジャーナリスト、ゲアリー・タウブスによる著書、グッドカロリーズ、バッドカロリーズでは、エイブリーフヒストリー・オブ・バンティングと題した序章から、始まり、バンティングについて論じている。 炭水化物の摂取を制限する食事法についての議論の際には、しばしば、バンティングの名前が上がる。1972年に、ドクター・アトキンズ、ダイエット・レボリューション・ダイエットを出版し、アトキンス・ダイエットを広めたアメリカ合衆国の医師、ロバート・アトキンスは、デラウェア州にある会社、デュポン社に所属していた、アルフレッド W ・ペニントンが研究し、 従業員に提供していた食事法を発見した。1940年代、ペニントーンは、過体重か太りすぎの従業員20人に、ほぼ肉だけで構成された食事を処方していた。彼らの1日の摂取カロリーは、平均3000キロカロリーであった。この食事を続けた結果、彼らは平均で週に2ポンドの減量を見せた。この食事を処方された、過体重の従業員には、 一食あたりの炭水化物の摂取量は2 0ム以内と定められ、これを超える量の炭水化物の摂取は許されなかった。デュボン社の産業医療部長、ジョージ・ゲアマンは、食べる量を減らし、カロリーを計算し、もっと運動するようにと言ったが、全くうまくいかなかったと述べた。ゲアマンは、自身の同僚であるペニントンに助けを求め、ペニントンは、この食事を処方したのであった。 アトキンスは、ペニントンが実践していたこの食事法からヒントを得て、患者を診療する際に、炭水化物が多いものを避けるか、その摂取量を可能な限り抑えた上で、肉、魚、卵、食物繊維が豊富な緑色野菜を積極的に食べる食事法を処方し始め、それと、並行する形で本を書いた。アトキンスも、著書、ドクター・アトキンズ、ダイエット・レボリューションの中で、 ケトン体について触れており、炭水化物の摂取を極力抑え、脂肪の摂取量を増やすことで、体は、ドウ糖ではなく、脂肪をエネルギー源にして生存できるという趣旨を述べ、体重を減らしたい人に向けて、炭水化物を避けるか、その摂取制限を進めている。方法論がどうであれ、炭水化物を極力避けるという点においては、バンティングをはじめ、 過去の様々な人物が実践してきた食事法と同じである。19世紀初頭、聖ジェームズ通りに住んでいたバンティング家は、イギリス全体における葬儀屋の中で最も著名な存在であった。1820年に、ジョージ3世。1830年に、ジョージ4世。1834年に、グロスター・エーディンバラ公、1852年に、ウェリントン公爵、 1861年にアルバート講師、1884年にザクセン・コーブルク・ゴータ家のレオポルド講師、1901年にビクトリア・女王、1910年にエドワード・ナナセイの葬儀を執り行っている。バンティング家が執り行う葬儀はいずれも英国王室、御用達であったが、1928年にウィリアム・ウェストポート・バンティングが葬儀屋を引退したことに伴い、 終焉となった。ありがとうございます。